ヘラトンネルの小区画。陽子線は中央から右にある大きな真空管の中を進んでおり、電子線管はその下にある。ヘラはかつてハンブルクのドイツ電子シンクロトロン研究所にあった粒子加速器である。1992年に運転を開始した。ヘラでは重心エネルギー318ジェブで電子、または陽電子を陽子に衝突させていた。運転中は 世界唯一のレプトン、ヨーコ衝突装置だった。また、特定の分野においては最先端の運動エネルギー領域に到達していた。ヘラは2007年6月30日に閉鎖された。ヘラトンネルはデジーサイトと近くの市民公園の地下およそ15から30メートルにあり、周長は6.3キロメートルである。レプトンとヨーコはトンネルのうちで重なり合う二つの独立した。 貯蔵リングに貯蔵されていた。H1、ゼウス、ハーミス実験及びヘラ B の粒子検出器によって使用された4つの衝突点がある。レプトンは線形加速器リンク2によってあらかじめ450メブまで加速された。そこからデジー2の貯蔵リングに入射し、ペトラに移動する前にさらに7.5ジェブまで加速され、ペトラで14ジェブまで加速された。最終的に、 ヘラトンネルの貯蔵リングに入社し、エネルギーは27.5ジェブにまで達した。この貯蔵リングは0.17テスラの磁場によって円形軌道上にレプトンを維持する常温の磁石を備えていた。陽子はもともと不に加電した水素イオンから得られ、線形加速器であらかじめ50メブまで加速された。そして、陽子シンクロトロンデジー3に入社され、 さらに7ジェブまで加速された。それからペトラに移され、そこで40ジェブまで加速された。最終的には、ヘラトンネルの貯蔵リングに入射し、エネルギーは920ジェブにまで達した。ヨーコ貯蔵リングではヨーコを軌道上に保つために超電導磁石を使用した。ヘラのレプトンビームは、ソコロフ・テルノフ効果によって、自然に横方向に変更した。 ヘラ加速器に期待される特有の蓄積時間は約40分であった。実験の両側のスピン回転子はビームの横変更を縦変更に変えた。非電子ビーム変更は2つの独立した変更形、横変更形及び縦変更系を用いて測定された。どちらの装置も非電子からの円変更格子のコンプトン散乱のためのスピン依存断面積を利用して ビーム変更を測定する。横方向変更計は2001年にアップグレードされ、すべての非電子束を迅速に測定できるようになった。また、系統的な影響を調べるために、一検出型シリコンストリップとシンチレーションファイバー、検出器が追加された。2007年6月30日午後11時23分、ヘラは閉鎖され、4つの実験の解体が始まった。 2010年8月以降、ヘラのメイン全地加速機であるペトラは、シンクロトロン放射光源に転用され、ペトラ3の名称で稼働している。ありがとうございます。